はい、ということで、放送紹介早速今からね、この一人ずつ回っていきたいと思いますが、うん、まずは自己紹介ということで、あの相川水星代表です。よろしくお願いします。うわぁ偉いよ。はい、これこの子。そうなんですよ、チマンとか。いや、相川ですよ。相川、はいはいはい、2回目ですね。ということで、総支配人相澤俊と申します。よろしくお願いします。そうなんです、2人で今から、個性めんめんこう溢れたやつの楽しみ。そうなんです、行っちゃうんで、早速行ってみましょう。行っちゃう、行っちゃいましょう。なさあドローン、シュ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 。はい、なんと早速第1番手はこいつだ。こいつだ。はい、僕です。誰なんです。僕、指導龍騎です。はい、おぉ、龍騎か。龍騎、はい、うん、でもやっぱ男前ね。うん、顔かっこいいですね、こいつは。そんなことないでしょ。そうない、見てみんとわからないんですけど、可愛い系かもしれない。あー、そうですね、そっち系。負けへんで、負けへんで。俺可愛い系と負けんで。負けんす。売りは、売りなんの。僕の売りですか、うん、ちょっとあんまり。いやもうね、ぜひこの若さで一番笑顔がいいって言われてるんで、うん、笑顔は誰にも負けません。やってみて、やってみて。ほんならいくよ、3。3、3、3からの、はい、ドン。どこが可愛いこれ。どこがそれ。あ、まあ、実際来て、実際会ったら違う、はいはい、いやもう違うっすね。ごめんごめんごめん、それは俺が悪かった。はい、ごめん。まあ、飛び級のあの龍騎はシャンパンコールもあるんで、はい、彼のシャンパンコールも妹なんで、ぜひ聞きにね、はい、聞いてもらうということで、最後に一言頑張ります。いやもう見てくれてる皆様、ぜひ僕に会いに来てください。ありがとうございます。指導龍騎くんでした。わー、イエイ。ということで、はい、来ました、来ちゃった、クラブソフィア、ええ、ナンバーワンホスト候補、候補、なごみの城、候補、候補なんすか。自己紹介っちゃれ、はい、名前を、なごみの城と言います。なごみの城で大丈夫。そうですね、なごみ城です。和に和って書いて、なごみ城。はいはい、取って、なんか女と好きなもんが女と金と。そうですね、女と金とパチンコです。なるほど、なるほど。出しない、こっちもね。三大要素が。なごみというだけあって、なごませる接客というかな。あ、ほんまや、気がついたらなごまされたのかな。おめえ、すげえな、そういう意味では。そうですか、うん、ふわふわした感じで仲良くなっていくのが、ね、あれやな。はい、うん、ってことなんで、最後カメラにバシッといったよね。最後、バシッとちょっと決めてやれ、してください。はい、なごみのジョー君でした。はい、続きまして、はいはい、やっぱりね、クラブソフィアでは切っても切れない存在います。トキ出てこいや。こい、どうもトキです。かわいい。ちょっと、これから来るお客さんに対して、はいはい、自分のね、売り、売り、あ、トキの売りだ。トキの売りをちょっと教えてや。いいですか。ごめん、ちょっとワイラーじゃちょっと分かりづらいかと。ちょっとそれあんま僕いいとこない感じじゃないですか。いや、ね、おめえが特に思う。あ、僕が特に思うところ、うんうん、そうっすね。いや元気っすね、やっぱね。あ、やっぱ元気じゃん。そうそう、元気、うるさい、うざいぐらいの元気、うざいぐらいの、うっとうしいぐらいの元気です、僕は。そうですね、はい、で、どんな悲しい子を追っても目の元気さにかなったら、そうですね、ニヤニヤして帰ると。ニヤニヤして帰りますよ。いいな、それは新規料金払う価値あるな。そうですね。いや、じゃあ最後、みんなに向かってあしたトキ君でした。はい、続きまして、うん、なんと、うん、こちら、我らが王子天草銀ちゃん。いや、怖っ。見た目怖すぎだろ、この人。あとね、バッチバチの白スーツで、今日誕生日、誕生日じゃないか。そうですね、毎日誕生日です。あ、いいな。銀ちゃんとは 毎日がイベントごとという。そう、なるほど、なるほど。もう白スーツが2日に1回は見れるという。実は同い年なんや。あら、あ、そうなんですか。うん、同い年。いや、よく西尾君、はい、ご飯に行くよね、行かないよね。そんな時間ないでしょ。やばいな、ね、行く時間もあれなんですけども、やっぱりね、銀ちゃん最後に視聴者に向けて、ぜひこの新規は天草銀を指名しろというのを言ってください。癒されに来てください。よいしょ、天草銀ちゃんでした。イエーイ。さあ、うん、続きまして、なんか一人だけまだ切磋琢磨働いてますよ。え、マジで今だって撮影。ああ、ケンちゃん、ケンちゃん。リアクションが下手くそだろお前。座りなさい、座りなさい。はい、幸せしとったみたいやねんかよ。くそー。ということで、はい、お次のポストは、うん、どうぞお名前を。ケンです。ういういし。オッケー、かわいい、うん、もうね、さっきどんぐらい、5日目です。
なるほどね。あ、なんか俺たまにチラッと見てたけどなんかお客さんのヘルプでお客さんの体めっちゃ触ってね。いやいや、この前見とったなんかここら辺ずっとなんかなんか凝ってますね言うて、そこなんかそうですね、あのマッサージができるんで。え、マジで？すげえ。ちょっとそれは最大や。辛いわこっちは。マッサージという名の女性の体を触れるという。そう、でもあれやな、10本1000円でやっとったな昔はな。そうです。オッケーオッケー。マジでマジです。俺の彼女あれよ、60本1万円と取るよということで、はい、はい、けんちゃんでした。よろしくよろしく、イエイはい、じゃあ続きまして、うん、紹介するのは、うん、ドン、お、せいや。はい、もしかしてせいや。あ、そうですね。はい、ということでね、あの場所名前をもう一度食べたのもう一度ね、名前の方でとつき、とつきせいやです。とつき、はい、とつき、とつき、12月って書いてとつきです。12月のせいや。はい、そうですね。クリスマスだよ。そうですね、完全に。あ、ほんまや。はい、あ、ほんまじゃん。そうですね。あ、そういう意味な。そうですね。へぇ、はい、何がせいやの一番売りな、教えて。あー、そうですね、歌ですかね。おぉ、はい、あー、確かにな、歌うまいよね。うまい。うん、で、やっぱせいを見に来たら必ず歌がついてくると、美声が、うん、まあでもね、ほんまにソフィア一の美声が持ち主なんで、バシッと新規に向けて最後、はい、ガチッと置いといて。足りないよ。色恋枕はお手の物っていう感じですかね。おお、ほんまに？いや、なんか言ったんだよ。なんかお前そんなイメージでこっちのリアクション取りづれよ。なんかしていこうかな、していこうかなと。これからこれからこれから調整をしていこうと。ね、はいはい、わかりました。ということで、12月、うん、せいやと書いて、とつきせいや、とつきせいや、オッケー、よろしくお願いします。ということで、とつきせいやくんでした。よいしょ。はい、ということで続きまして紹介するのはじゃじゃん、おー、よしです。よしです。かぶってしまうよ。よしです。イエイ。タイミングエンドマジで、ね、かぶっちゃうね。かぶっちゃうね。かぶってもどう。まあ、ちなみにあれよ、はい、よしといえばアフター王子と。あー、はい、はい、そうですね。アフター王子昨日も行ったんだよね。昨日も、はい、行きましたね、うん、昨日もお客さんの家に。あ、そうですね。1時頃までは。はい、やっちゃうよ、やっちゃうよ。言うな言うな。だけど、あ、そうかそうか。はい、そうですね。どこまでやったん。いや、もうそれはそこもやっぱ気になるから、どこまでやった。いや、もう全然最後までやってますよ。最後まで最後までこれいいの。君のお客さんにね、はい、やっぱアプローチちょっと、あ、はい、かけていけや。あ、はい、そうですね、はい、僕結構連絡とかすごいマメなんで、で、お店に一回来てもらって一緒に遊びましょうというわけで、はい、なんとアフター王子、そして連絡マメな、うん、よしくんでした。わ、イエイ。続きまして、はい、ちょっと残念なんですけど、ちょっと今時間間に合わず遅刻しちゃって、うちのナンバー2がこいつここでちょっと紹介という形になるんですけど、バカ野郎、ほんまこいつはもうダメじゃな。ダメですね、もうほんと大事な日に遅刻しちゃって、もうカッコつけてるけど、すいません、ごめん、おめえ誰だよ。おめえ、すいません、ちょっと、はい、行こうよ、ちょっと視聴者のみんなにごめんなさい。じゃあもうまず謝れ。この大事な日にちょっと遅刻して、うん、申し訳ございません。はいよ、ね、ガチなんです、遅刻ガチなんですと。ガチで、なんで今ほんとね、ちょっとなんて言っていいのか、なんて言っていいかわからない時に、はいはい、その、君が、はい、これから、新規のお客様に向けて、はいはいはい、ちょっとアピールしとけよ。うん、そうですね、まあ基本的にまったりしてるんで、うん、まあ、ワイワイ騒ぐのが苦手だなとか、うん、そういうのがあったら、うん、僕かなと。あ、なるほど。ただワイワイしたい人は、なるほど、ワイワイしたい人は、うん、どうしようか、頑張っちゃうな。僕は頑張ります。僕もワイワイワッシュします。じゃあその時は、ね、これから来てくれる姫にはね、ちょっと僕もワイワイやらまったりやらアピールしようかなと思うんで、お願いします。なるほどなるほど。ということでね、来てもらったらマジと寝起きじゃないカラメくんいるんで、寄せてあげてワッシュの要、はい、歌舞伎町出身なんで、はい、あ、マジで歌舞伎町でやるよな。そうですね、まあ、その次に、岡山のメンズバーでも一応メンズバーで店長を、おやってました。店長って遅刻していいんすかね。店長遅刻して店長こそ遅刻しちゃダメですよ。全然ダメだね。まあでもこれで懲りたと思うから、はいはい、ということで、はい、カラメくんでした。イエーイ。ごめんなさい。
はい、じゃあ続きまして、こいつです。イエイエイ、じゃじゃん、イエイエイ、出た。イエイエイ、名前は、あ、すみません、白崎いちごです。白崎いちご、はい、うん、でもちょっとなんか、うん、なんか賢そうには見えん。いやいや賢いです。いや賢いです。ほんまに嘘やろ。12たち12は24。はいはいはい、頭いいんですよ。ちょっと小犬のような感じで、はいはいはい、売りをちょっと教えてほしいよ、いちごの。はい、まあ、うん、まあ、あ、いいっすか。愛嬌しかありません。出た。こんな感じ。その愛嬌は大事よ、大事よ、ほんまに。はいはい、ただね、ここがすごいとこで、こいつはなんと、はい、締め本数ぶっちぎり高いという。イエイ。なんでなんすかね。なんでなんすか、はい、最後ね、じゃあ、はい、バシとイチゴ、はい、視聴者に、はい、ガスと言ってください。いったれ、はい、お願いします。愛嬌しかないんで、僕を見に来てください。イエイイエイイエイ、オーケー、イエイ、ということでイチゴくんでした。はい、妥協だ。あ、マジで。そう、公式の笹置けねえよ。あれ、ちょっと、あら、あら、あら、はい、続きまして、ということで自己紹介を。綾瀬みなみと言います。綾瀬みなみ、見た、このローな感じ、ローな感じ。すごいよ。ただもうね、プルプルしたお肌なんだよ。ほんまに肌綺麗な、お前な。そうか、すげえな。マジで肌綺麗。ということで、みなみはやっぱうちの黒髪王子ということで、あ、ルイス結構明るい人が多いんですけど。あ、そうだね、明るい、スタッフが多いけど、うん、なんか唯一貫いとるいうわけでもねえけど、なんか少年みたいな。それこだわりだよ、やっぱこだわり、こだわりはありますね、やっぱ。あ、やっぱ黒髪に、黒髪、なんで黒髪なん、うん、明るいんで、一人ぐらいは。あ、じゃあ逆に目立っちゃうみたいな。はい、うん、はいはい。そしたらな、バン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  CM 持って行きおるもんな、黒髪も全然。はい、そうなんですよ。ということで、やっぱ、はい、南のね、はい、売りを、売りですか、売りをね、期待。はい、お願いします。そうですね、落ち着いてるところですかね。あ、はいはいはい。年は何歳なの。年は20歳になります。あ、20か、20で。でもこの落ち着きようというか、なかなかな、確かに。でも酒飲んだ時は、うん、結構キャラ、あ、ギャップ、はい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 、あ、ギャップがあるんだよな。結構ね、見るよね。なんかお客さんの方が割と騒いでる感じはあるけど、急にはパッと変わるもんな。みなみが騒いでお客さん黙るみたいな。ありますね。ただね、僕から見てみなみやっぱあれやと思うよ。どれなの。お酒がね、お酒が一番、一番強い、強い。イエイ、やった、頑張って。いや、それはもうプロの証だから。はい、どんぐらい飲んだことがある、ちなみに。僕ですか、一夜で飲んだ数というか。一夜はもう覚えてないぐらい飲んだことありますね。伝わりづれえな。僕が一回見た名シーンとして、はい、もう岡山の有名なママさんのお席で、キッチャムをほぼ直便するような形で一本飲んだ。すごいなー、マジでっていう肝臓の持ち主なんで。もうそこはやっぱ最愛の武器にして。はい、そうですね、武器ですね。ということで、最後にバシと、はい、改めて皆さんへ一言。どうぞ。クラブソフィアの新規でご来店してくださったお客様、綾瀬くんおすすめの南なんで、よろしくお願いします。以上です。綾瀬くんおすすめの南なんで、ね、もうぐちゃぐちゃになったんだけど、綾瀬南でしたということで。よっしゃ、ということで綾瀬でした。イエーイ、南。はい、ということで、クラブソフィア、ホスト紹介、見てもらった皆様、実際のホストとやっぱね、映像と写真全然違うと思うんで、ぜひ一度足を運んでもらって来てみてください。本当にね、よしももっとかっこいいんで。セックス大好き。OK。新規料金も1000円でやってますので、ぜひ新規1090分、飲み放題なので、こちらだけのご来店お願いします。皆さんのお越し、お待ちしております。待ってます。